この言葉を教えてくれたのはこの小説のモデルでもある友人なんです。안녕히계세요와안녕히가세요를알고있습니다이인사말을처음가르쳐준사람이이소설의모델이된친구입니다아그렇군요아혹시그분에대해서도좀말씀해주실수있을까요その方についてお伺いしてもよろしいですか申し訳ないですがその方についてはただ僕たちの最後は小説のようにハッピーエンドではありませんでした죄송합니다만그사람에대해서는우리의마지막은소설과는달리해피엔딩이아니었습니다아그리고이번질문은작품을읽고개인적으로가장궁금했던부분이기도한데요혹시아직도그사람을좋아하시나요그리고작품속남자주인공처럼작가님도변하지않는사랑이현실에존재한다고믿으시는지그것도궁금합니다その人のことが好きですか？後悔しています。この5年の間、一度も忘れたことはありません。죄송한데잠깐만쉬었다할까요